大丈夫か田所、ブルー行き決まってからずっとそんな感じじゃねえか。なんだかまだ実感湧かなくて。鈴木先生か。1年生の授業、あれ十欠第一席様と第十席様じゃねえか。下級生にいろいろ聞かせてやってくれよ。盛り上がりついでにさ、今から俺と直撃してくんねえかな。そう、じゃあ普通に勝負してくれればいいや。青の前哨戦の続きってことで、第一席相手の勝利が必要なんだよ。俺は彼女を手に入れたいって思ってるんだよ。最高の女には最強の男でなくっちゃ釣り合わないだろ。俺はナキリエリナを妻としてめとる。ダメ、高校生なのに求婚されちゃうなんて少女漫画みたいだ。ちょっと待ちやがれ、さっきから聞いてりゃ勝手なこと言いやがって。ナキリの下に用があるのはこっちも同じなんすよ。ユキヒロ君、まあお前が何を思うと勝手だが、これだけははっきりしてる。ナキリエリナをめとるのは俺だ。ナキリエリナは俺のもんだ、絶対に譲れない。焦るっていうのなら今ここで見せてもらおうじゃねえか。なあ先生、勝負の前に一つだけいいっすか。この勝負で勝ったらその秘密話してもらえますかね。いいぜ。